どうも、あいちです。今回は告知をさせていただきます。本日2月9日、こちら漫画でわかる自宅学習の教科書という私の新しい本が出版となりました。ありがとうございます。今回は約1年前に出版されたこちらの自宅学習の教科書、これの漫画版となっています。で、前回も今回も表紙に出てる子同じなんですけど、この子が主人公です。で、この子は中学1年生のレナさんで、新しい表紙に出てるのが小学校4年生の弟の達也くんです。で、あとは中学3年生の先輩の樹くんが出てきてですね、この3人がいろんな勉強の悩みを持っているので、その子たちと自分も登場するんですけど、やり取りをしていろいろ解決して勉強とか勉強習慣だったりとか勉強のやり方を見出していくっていうストーリーになっています。漫画の中の配置はだいぶ若くてイケメンに描かれていますけど、漫画の中ぐらいちょっと36歳の自分ってことを忘れたいという気持ちもありますので、今回は許してください。はい、漫画版ちょっと若くてワロタとか言わないであげてください。よろしくお願いします。中学生の時の自分は漫画ばっかり読んでてですね、その活字、小説とかの活字がいっぱい載ってるものをほとんど読めなかったんですよ。だからもし自分が中学の時に前回の自宅学習の教科書、自分で言うのもあれですけど、本当にいい本になったと思ってるんですね。ですけど、じゃあ読んだかって言ったら、多分ね、なかなか全部は読み切れなかったと思うんですよ。なんか、目次見て、ここだけ読もうって読んだったと思うんですが、ですが今回漫画版になったことで、非常にそこのハードルは低くなったと思ってます。この本であれば、自分が中学の時でも多分全部読み切れたと思います。で、実際うち小2の息子がいるんですけど、その小2の息子に読んでもらっても、普通にさらさら読んで、パパなんでこういうこと書いてあるのって質問してくれるぐらいなので、おそらく普段活字に慣れてない方、なんか文章だと飽きちゃうんだよねって思う方とかも、かなり読みやすい内容になってるかと思いますので、よかったらね、手に取ってみてください。で、最後に今回の本の一番ラストにですね、また QR コードがありまして、そちら読み込んでいただくと、その本購入していただいた方限定の動画を1本撮らせてもらいました。それはですね、今回のその漫画版の内容と連動したものになってますので、もしね、購入していただいた方はそちらの方も見ていただけたら幸いです。ということで、今回はね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。もしよかったら、Amazon とか書店さんの方でこちら漫画版の自宅学習の教科書を手に取っていただけたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。